面白きこともなきよう面白く。しかし、なんて村だ、ここは一体。ケテロンの村。だから俺が言ってんのはそうじゃなくてだな。この村がこんな風になっちゃったのに、元はといえば僕の父さんがこの村の村長になったのが原因だったんだ。急ごう。もしかするとお父さんは僕にはもう会ってくれないかもしれないけど。もしかして弟はもうここには住んでいないんだろうか。そいつがお前と同い年ぐらいだって言うなら十分にあり得る話だな。俺がこの村の住人ならとっくに引っ越してるところだ。それにすでにさっきのじいさんたちにやられちまってるって可能性だって十分にあり得る。いいよ、眠いのにこんな真っ昼間から。あんたたち誰？ここに住んでいたパルタって男の子は。そんなやつ知らないわよ。って、あー、カインくん。あなたカインくんじゃない？ちょっと待てよ姉ちゃん、こいつの名前はそんなんじゃないって。あんた誰よ。あんたたち白い羽の奴隷の分際で私に口答えなんかしていいと思ってるの？私がカイン君だって言ったらカイン君に決まってるじゃない。なんだとこの甘。まあ待て、レブロブス。考えてみれば、こやつは長い間記憶喪失になって眠っておった身なのじゃ。そうじゃな。つまりは、こやつ自身も自分の過去の記憶に関しては全く自信がないということになる。言い換えれば、こやつのご主人が話して聞かせたという昔話自体が真実ではないという可能性も十分に考えられる。おいじいさん、ちょっと待てよ。すじゃあ、あんたこいつが本当にそのカインとかいうやつだってのかよ。その可能性もあるということじゃ。ねえ、君、君は本当に私のカイン君じゃないの？そう。だったら私になんて興味ないでしょ。いいわよ。目障りだから早くここから出てって。ピリポよ、こうなっては致し方あるまい。どうしても両親に会いたいなら勇気を出して正面から向き合うしか他に手はないと思うぞ。だ
だけど。どうでもいいから早いとこ会いに行っちまえよ。なんだかんだ言ったってお前の実の肉親なんだろう。うるさいぞ貴様ら。ここをこの村の村長の館と知って騒いでおるのか。あ、なんだお前たちは。この首輪もつけずに、しかも立って歩いている奴隷は、お前たちの飼っている奴隷たちなのか。はーい、このお兄ちゃんは私の奴隷だよ。この家の主人に内密にちょっと話したいことがあってな。商売の話じゃ。ピリポが来たと伝えればわかるじゃろうて。なんじゃ、創造師。これは旦那様、こちらのピリポ殿と呼ばれる神官の方が。ピリポじゃと。貴様、さてはゆすりたかりの類か。お前、その白き羽は。旦那様、やはりお知り合いの方で。知らんぞ、こんな奴らは。おそらくは我が家の家系に難癖をつけに来たゆすり屋の類であろう。用心棒の先生方、奴らが何を言おうと構うことはない。さっさと片付けてください。くそ、やっぱりこういう展開になるのかよ。ここの村長殿にはいつも格別にお世話になっているんでね、お前たちにはぜひ無料で我ら強欲ドクターズの手術を受けてもらおうか。なんだこいつら、なんだかえらく素早いぜ。この村は他とは違い、戦争に巻き込まれるリスクが少ないだけでなく、ほっといても金持ちの患者が山ほど集まってくるんだ。しかもその料金は老人たちからではなく、間接的に若い連中から回収して回る仕組みになっている。だから老人たちはどうせ自分の金ではないと思い込み、必要もないのに病院にやってくるのだ。しかも手術に失敗したところで、落としが落としでしたからといえば全てが片付くなんて。ここは強欲を志す我ら強欲ドクターズにとってはまるで天国のような村なのさ。構うことはねえ、一寸刻みに切り刻んでくれるわ。ちょっと待った。お前はさっきの変人娘。な、突然なんだ貴様は。はいはい、雑魚はどうでもいいからあっちへ行って。あれから一人でいろいろと考えてみたんだけど、君が本当にカイン君じゃないって言うんなら、あんたはカイン君の偽物だってことになるじゃない。だったら目障りだからとっとと殺されるべきだと思うの。なんだどこの野郎。だってもしも君が本当に記憶喪失だって言うなら、私のさっきの質問にはどちらとも言えないって答えるべきだと思うし、逆にもしも君が本物のカイン君だったって言うなら、あんたは私を騙して、しかも置き去りにしたことになる。どちらにしても生かしておくべき理由なんかどこにもないってことがはっきり分かったのよ。おい、ちょっとは冷静になれ。ああ、もううるさいな。もう全員消えてなくなる。